はい、どうもこんにちは。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、前回に引き続いてルミノシティマスクのお話になります。今回は応用編ですね。前回までのルミノシティマスクの作り方とかルミノシティマスクのアクションのお話をまだ見てないよっていう方は、そちらの動画を先に見ていただいた方が分かりやすいかもしれません。一応この動画単独でも使えるような状態にはなってるんですけれども、もし見られてない方とか一応復習しておきたいなっていう方は、前回の動画をね、カードに出しておくので見ていただければ嬉しいです。では早速やっていきましょう。いつもと同じように背景レイヤーをね、ダブルクリックしてロックを解除しておきます。今回はね、こちらの画像を使うんですけれども、今回のテーマは、ルミノシティマスクと、調整レイヤーをね、組み合わせて使いたいっていうようなお話をしようかなと思います。特に、自分の場合なんですけれども、トーンカーブのレイヤーをよく使うので、トーンカーブのレイヤーをルミノシティマスクと組み合わせて使うというようなお話になります。具体的にどういうところをどうするかっていうお話なんですけれども、今見ていただいているこちらの写真なんですが、この辺りですね、この空の辺りとこの光が当たってる辺りが、個人的にはもうちょっと暗かったらいいなっていうふうに思っています。っていうのもですね、空せっかくこう青いんですけれども、かなりね、輝度が高くなってしまっているために白色に近い状態になっているので、それをちょっとね、戻してあげて、この辺とかちょっと黄色みがかっていて、この辺はちょっと青いっていうような形でグラデーションがあるはずなんですけれども、明るすぎてほとんどね、白くなっちゃってるっていうようなことですね。っていうのと、この岩の部分なんですけれども、今一応こう明るいゾーンと暗いゾーンっていうのがあるんですけれども、もうちょっと暗いゾーンだけを引き締めてコントラストを高めてあげたいっていうような形で思っています。それをやるっていうこと自体はいろんな方法があるんですけれども、今回はルミノシティマスクとトーンカーブの組み合わせでやっていきたいなというふうに思っています。まず前回お配りしたルミノシティマスクのこのアクションですね、こちらでルミノシティマスクを作るっていう方法ね、あるんですけど、これを実行していただきます。はい、そうするとこちらのね、チャンネルっていうところですね、チャンネルがもし出てない方はこのウィンドウの中にここですね、チャンネルっていうのがあるので、こちらから開いてください。このチャンネルの中に、通常はこのね、 RGB、 レッド、グリーン、ブルーの4つしかないんですけれども、今こちらのアクションを実行したことによって、このね、15個かなの新しいチャンネルができてるんですけれども、これね、このブライツワンから順番にこうやって見ていくと、モノクロ写真みたいな感じになってるんですよね。こんな形で白と黒で表現された写真にこうね、一瞬でこう変わっていくんですけれども、白い部分ありますよね。この白い、比較的白とかこの明るめのグレーになってる部分、ここにトーンカーブをもしね、いじった時に効果がかかるものだと思ってください。なので、例えばこのブライツ2を選択した状態でトーンカーブをかけると、この山より上の白目のところだけにトーンカーブの効果がかかる。で、こう黒くなっているところはほとんど効果がかからないっていうようなイメージです。で、逆にこのダークス1っていうのをね、選択したりすると、この白いのはどちらかというとこの岩場の部分、そして空の部分はほとんど黒いっていうような状態になります。なのでこの状態で、例えばトーンカーブを使うと、そのトーンカーブの効果はこの岩の部分、この比較的白い部分に強くかかって、空の部分にはほとんどかからないっていうような形になります。ちょっとね、試しにやってみたいと思うんですけれども、今このダークスワンっていうのが選択されている状態になるので、試しにですけど、この状態でですね、コマンドキーですね、 Mac だったらコマンドキー、 Windows だったらコントロールを押しながら、このダークス1っていうところのこのサムネイルをクリックします。今このね、指の手のマークの下に点線の四角が出てるんですけど、この状態でサムネイルをクリックします。はい、で一旦このね、目が今ダークス1っていうところに目がついてると思うんですけど、この RGB っていうところにね、移したいんで、ここに目をつけて、こっちは消してください。こんな感じですね。この状態でレイヤーのパネルに戻っていただいて、
ここのね調整レイヤーを作るこのね丸いマークがあるんですけど、ここをクリックしてトーンカーブを作ります。こうするとトーンカーブに先ほどのダークス1のルミノシティマスクが付けられた状態のトーンカーブができています。先ほど言ったようにここ今サムネイルでちょっとちっちゃいんですけど見えるんですが、岩場の方が白くなっていて空の方が黒くなっています。白い方に効果がかかります。ちょっとやってみます。こんな感じですね。まあ分かりやすいように思いっきりこうカーブを変化させてるんですけれども、下の方が変化しています。そして空の部分はほとんど影響がありません。明るい方もやってみます。こんな感じですね。空にはほとんど影響はないんですが、岩場の方が明るくなっています。こんな感じですね。この辺りですね、ちょっとズームしますけど、この辺りをちょっと見ていただくと、このねカーブを動かしてもほとんどその部分は変化していないことがわかります。はい、そんな形でルミノシティマスクの白い部分に対してのみ効果を与えることで、まあこのねこの辺だけをこうドッジ&バーンとかでねこうやって塗り込んでいくっていう作業をしなくてもいい。さっとこういう風にね、例えば今暗いところに対してこう暗い風にしたんですけど、こんなことができるというようなイメージですね。まあちょっとねこのトーンカーブ1っていうレイヤーを一旦削除して、もう一回ね先ほどのこのチャンネルに戻って、今度はねまた実験のためにブライツの方でやってみましょう。試しにこのブライツさんっていうところですね、こちらをまあ見ていただくとですね、この岩場の部分はほとんど真っ黒で、空の部分は比較的白いっていうような状態ですね。まあさっきとまあ反対側になるんですけれども、これで同じようにやってみましょう。 Mac だったらコマンド、そして Windows だったらコントロールを押しながらこのブライツ3のサムネイルをクリックします。はい、そしてこの RGB っていうところをクリックして、このね今ブライツ3っていうところにあるこの目を消します。でこの状態でレイヤーに戻っていただいて、下のこの調整レイヤーを作るところからトーンカーブですね、こう選んでいただきます。そうすると今度は先ほど選んでもらったブライツ3のルミノシティマスクがついたトーンカーブのレイヤーがここに新しく作られています。でこの状態でトーンカーブをこういう風にね明るい方に持っていくと、今度はねこの空の部分だけがこんな風にね変化しますね。暗い方にすると空の部分だけが暗くなります。そして明るくすると空の部分だけが明るくなります。今だとこのね岩場の方にまあ注目していただきたいんですが、こう明るくしても暗くしても岩場のところはほとんど変化がないという形になります。まあ、これがねルミノシティマスクのまあ基本的な使い方考え方になります。なのでまあ実際に使うときはですね、まあこのチャンネルに戻っていただいて、まあこのルミノシティマスクをこう見てみて、この今自分が効果をかけたい部分はどこなのかっていうところですねを考えて、それにふさわしいこうルミノシティマスクを選んでいただいて、トーンカーブなり他の調整レイヤーと組み合わせて使ってもらうというような形になります。ちなみに今ですねこの3つ3とか3つ2この辺なんですけど、白い部分もなくて黒い部分もない、ほとんどグレーでできていて、グレーの明るめの部分、そしてグレーの暗めの部分っていうのでできてるんですけれども、これでも試しにやってみましょう。Mac だったらコマンド、そして Windows だったらコントロールを押していただいて、この3つ2のサムネイルをクリックします。そして RGB をクリックしてこの3つ2の目を消す。そしてレイヤーに戻っていただいて、調整レイヤーのトーンカーブを選びます。まあ、そうすると3つ2がついたトーンカーブができているわけなんですけれども、ここで先ほどと同じようにねこんな風に移動させてみます。これだと画面の全体が先ほどと違ってですね変化してるのが
分かると思うんですけれども、この3つっていうのはちょっと面白くてですね、画面の中の真っ黒な部分と真っ白な部分を選んでないので、こういうふうにね、どれだけ暗くしてもこの暗いところがさっきみたいに真っ黒にならないんですね。で逆にこの明るい方もなんですけど、こうね、明るい方もこれだけ上げても真っ白にはなってないんですよね。ちょっと色が残ってるような状態なので、3つっていうのはですね、この明るくも暗くもない色のゾーンに対してこう効いてるというか形になります。ちょっとね、3つに関してはちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、ということで例えばですね、具体的な例で言いますと、最初に言ったようにこの空とこの山の部分がちょっと明るいので、自分はもうちょっと暗くしたいっていうお話をさっきしたんですけれども、その場合ですね、このまあチャンネルのこの中からですね、このブライツ一応もし選んでしまうと、この辺もそれなりに白いんでそれなりに効果が出てしまうんですけど、それはちょっと困るので、この空の部分だけが明るめに選ばれているところをちょっと取ってきたくて、そうするとこのブライツ5とかいいですよね。空の部分だけが比較的まあ色があって、この下のところは真っ黒っていうような状態になるので、これだと空の部分だけを操作することができますね。このブライツ4ぐらいだとちょっとこの山のてっぺんの部分とかも真っ黒じゃないんでちょっと影響が出てくるんですけれども、これぐらいがちょうどいいかもしれないですね。なのでブライツ4のこのサムネイルを先ほどと同じように選択して、ここをね目をつけて、ブライツ4の目を外した状態でレイヤーに戻ってトーンカーブを作ります。でこれをちょっと暗くしてあげると、このね空と山のてっぺんの部分だけがね、こういう風にちょっと暗くなってるのがわかるかなと思うんですけど、ちょっとねレイヤーのオンオフをしてみるとわかりやすいと思うんですけど、この状態からこの状態ですね、この辺がちょっと黄色とかが戻ってきてると思うんですけど、こんな形、こんな形で使うことができます。あとですね、この辺のところですね、今左から光が当たってるんですけど、左の面に対してこの右の面を暗くしたいなって思うんですけれども、それに合うチャンネルを探していきます。そうすると、まあ、例えばですけど、まあ、こうやって見ていくと、このダークの方がですね、いいですね。ダークの方はこの左の面は黒くて右の面はこう白くなってますよね。例えばこれがブライツの方だと、ブライツの方は左の方が右の方よりも明るくなってるんで、この状態でトーンカーブをかけてしまうと左の面に影響が出てくるけれども、右側にはあまり影響が出てこないっていうことになるので、このダークス3とかがいいですね。ダークス4でもいいかもしれないですね。この辺りがいいかなと思いますね。ちょっとダークス1とかダークス2だとどっちも結構白くなってしまうんで、こことここの差をつけたいっていう意味であまりつかないかもしれないので、そうですね、ダークス3いいですね。これをちょっと使っていきましょう。では先ほどと同じようにダークス3を選んで、でここはちょっと元に戻しておきましょう。でこの状態でレイヤーに戻って、また新しいトーンカーブを作ります。そうすると先ほど作ったトーンカーブ1というレイヤーの上に、今度はこのね今選んだルミノシティマスクがくっついたトーンカーブのレイヤーが出てきます。でこれをまたねちょっと調整していくんですけれども、今こうやって下げていくとこんな感じですかね。この辺とか見ていただければわかるかなと思うんですけれども、これをね今レイヤーを外して見るとこんな感じですね。こことここの色の差というか、ここがあんまりね暗くないんですけど、これをつけてあげることによってこの辺がグッと引き締まってるのがわかるかなというふうに思います。これがこれになってる感じですね。
これがこれですね。この辺もかなり引き締まっているのがわかるかなと思います。ちょっとね、今ねここのトーンカーブ2がかかってきたということで、ここの立体感は出てきたんですけれども、もう一つやるとすれば、それによってね空がやっぱり明るすぎるように見えるかなと個人的には思うので、今回は空だけがねちょっと暗くなるような、またねトーンカーブを作っていきたいなと思います。ということで、またチャンネルの方に戻っていただいて、この辺ですかね、このブライツ5ブライツ45がいいですかね。ここがちょっとまあグレーっぽくなってるんですけれども、このじゃあレイヤーを使います。ここがね山の方がほぼ完全に黒くなってるので、あの空だけに効かせようと思ったらこれは結構いいんじゃないかなと思うので、同じようにコマンドもしくはコントロールしながらブライツ5のサムネイルをクリックして、その状態でここですね、RGB の表記に戻してあげて、レイヤーに戻って新しいトーンカーブを作ります。そしたら今度はまたねこれができてるんで、ここを下げてあげると、こういうふうに空だけがこういうふうに、分かりますかね、空だけが動いてるのは分かるかなと思うんですけど、こんな感じですかね。まあルミノシティマスクのね基本的な使い方はこんなような形になります。もっともっとやり方があるんですけれども、一気に説明するとややこしくなるので、とりあえず今日の説明は以上になります。ちょっとね実際に多分手を動かしてみないとわからない部分もあるかなと思うので、まあ、前回お配りしたルミノシティマスクのねアクションを使って、ぜひ実際に手を動かしてね、この部分を選択したいとか、この暗い部分だけを選択したいとか、そんな形でね自分の中でやってみていただければいいかなって思います。今日のポイントはですね、あのこのマスクの部分ですね、白いところに効果がかかって黒いところは効果が全くかからない、そしてグレーのところはちょっとだけ効果がかかるっていうような形ですね。そこがポイントになりますので、そこに注意していただいて、皆さんもルミノシティマスク実際に使ってみていただければいいなというふうに思います。もしわからないところがあれば、また次の動画とかコメント欄で解説とか質問に答えたいなと思ってますので、ぜひコメントをいただければなと思います。そしてもしね今回の動画が良かったよって方は、チャンネル登録とかグッドボタンを押していただけると、まあ、励みになりますので、ぜひ押していただければ嬉しいです。ということで今日は以上になります。次回の動画ではですね、またルミノシティマスクのね同じような感じなんですけど、別のパターンっていうのをやってみたいなと思っているので、楽しみにしていてください。ではまた次回の動画でよろしくお願いします。ではでは。